野中健山野中健山漢文3年12月20日は、江戸時代初期の土佐藩があろう、受学者、他に自中に、趣旨学を学び、難学による封建道徳の実践に努めた。多くの改革で藩を助けたが、藩士の恨みや過酷な負担を強いたことによる領民の不況を、改失却。一族が耐えるまで家族全員が幽閉された。意味吉継、一名は なおをよしぐとする資料もある。通称ははじめ、伝え門、主刑、宝器と改め、最後に伝え門に服した。陽名は、佐八郎、金山和合で、後に鉱山と改め、知事して民、恵比寿県とこうした。考え、思考、社会、風評改革、各種産業の奨励など活動は多岐にわたる。野中県山屋敷屋源長年、万州姫路に生まれる。 祖父、野中良平の妻は、山内和豊の妹、郷で、父、義明は五千国を領していた。藩主、和豊は、義明に対して、旗軍中村に万九千国を与えると、約束していたが、和豊の死後に保護にされたために浪人となっていた。金山の母は、大阪の商家の娘で、父の死後、金山は、母と共に、土佐に帰った。十三歳の時、 土佐藩の小倉昭介に見込まれて、父のいとこで、奉行職の野中直継の娘、死の入り婿となった。十五歳で元服し、吉継と名乗った。寛永十三年、養父の直継が病死すると、野中家を継いで奉行になった。藩主、忠義は、金山に、藩政改革を命じることになる。まず金山は、堤防の建設、平野部の開拓で、米の増産を進め、 次、ヒノキを中心とする森林資源の有効活用を行い藩の財源に充てる。物延べ側に気づいた山田関による考えなどで開発した神殿は7万5千石にも達したという和紙の材料となる除栽培や鰹節作りも奨励した。また、乱伐を避けるために林伐製なども導入していた。執行も推し進め、藩内製品の諸国での販売を広める。 また、身分にとらわれず合詞などを反省改革に当てた。半外からも、植物、魚類などを輸入して、藩内での育成に努めるるなどした。また、捕鯨、陶器、養蜂などの技術者の移入も進めて、食産工業に取り組み、専売性の強化などもいった。これらの結果、犯罪性は、好転を進めていくことになる。 一方で過酷な年貢の取り立てや旅贅沢の禁止などで領民に不満は溜まり、調産する領民も出てきた。朝寝坊や酒によって人前に出て罰金を課された者もいたほど、風紀の取り締まりも厳しかった。また、豪氏の役職への取り立てなどは、上司の反発を解体率を深めていった。一族遊平地明暦二年、藩主忠義が隠居し、三大藩主に忠とよがつく。 金山は引き続き徴用され、明暦三年には、忠豊と共に、江戸城で将軍に敗慮する境に良くした。だが、漢文三年、金山の姿勢に不満を持つ原石玄生、生駒木工などが、可能不可をではを通じて、忠豊に弾劾状を提出。合子を工遇して、藩士の困窮を顧みず、重い回帰や、栓培性で、農民や町人を苦しめた旨が挙げられた。 ただとは、叔父である伊予松山藩主、松平定行と相談の上剣山を罷免した。この政変を、漢文の解体と呼ぶ。失脚した剣山は、思い入れがあった山田関の工事式所近くに陰性し、3ヶ月後に吐結して死去。スクモに配慮された家族への報復は過酷で、断刑が耐えるまで幽閉が40年続いた。この間、女児も結婚を許されなかった。っていこう。 山田関やと小説映画、ありがとうございます。